たたちのことそんな風に思うわけないでしょ気持ち悪いそれとも思い当たる節でもあるな。あるか私のことバカにしてくれたお返しよ。よせ高行、俺らの負けだ。何？はあ？何言ってんの？俺、行っていくだろ。はるかだな。だろうな。それより何したんだ。花火大会。私？ごめん、遅れちゃった。言わないんだもんな。ごめん。俺、平真嗣、よろしく。あ、よろしくお願いします。じゃあ行こっか。早く行かないと花火始まっちゃう。痛さが溢れてく、もう
花火大会に行く人のセリフじゃないよ、それ。シンジ君はさ、お好み焼きと明石焼きどっち派？俺は、そうだな。私はそれをおかずにご飯3杯はいけるよ。お願いします。切れていて、はい、いえ、それはそのそんな悪いですから。
ぶれちゃったみたいです。
です。あ、嫌いとかじゃなくて、あの打ち上げ花火って怖いんです。火花が降ってくるような気がしちゃって。あと音もドーンって大きくてお腹に響くっていうか、あのそのそのお腹が空いてると大変だなって。違います。好きな花火だってあります。蛇花火は好きです。煙もあんまり出ないし、音も静かだし、色もシンプルで落ち着いてて、ニョロニョロって伸びてきて、なんか頑張ってるっていうか、そのけなげな感じがしませんか？
仲良しなんですね。ございます。月が悪い悪い。早瀬が面白い屋台見つけたって言うから。だってドネルケバブよ、新顔よ、中近東よ。高行たちも買えば。帰るって言わなかったか？用事か？何よそれ、変なの。
それじゃあここで。送ってってあげなさいよ。あ、私は別に。鈴宮、家どこ？俺が送ろうか。シンジ君は全然方向別よ。それは、あの、私、一人で帰れますから。そう。はい。それじゃあ、さようなら。あ、はるか。じゃあ、俺も帰るよ。うん、綾瀬もまた。今日は楽しかったよ。誘ってくれてありがとう。うん、またね。ああいう時は黙って送ってあげなきゃダメでしょ。あんたが送らないでどうすんのよ、無責任ね。いろいろと事情があるのよ。ドネルケバブよ。知ってたわよ。さあね。ねえ、はるか、どうだった？なんでもいいわよ。どうだった？他には？他には？
別に感想を聞いてるだけ。可愛いと思った。ひょっとして今はるかのこと考えちゃってる？別に。あったった。あ、うん。慣れない格好してると歩きにくくってさ。ありがとう。何よ。トイレの…バカ、香水でしょ。そうよ。そんな風に言うことないでしょ。いいじゃない。だいたいあんたのせいなんだからね。そうよ、私のこといつもプールの匂いがするって言うから。言ったわよ。だから私だって気使ってんだからね。え？いいじゃない。私だって一応女の子なんだから。え？高行きってほんとデリカシーないんだから。
どうしたんだよ、高行。ひょっとして傘もささずに全力ダッシュ？バッカじゃないの？今日が雨ってことぐらい予想してたんじゃないのか？俺は持ってない。な、何よ。ないわよ。気味悪い口調で迫んないでよ。あんたに貸したら汚れちゃうでしょ。なんだ、よく一瞬であそこまで怒らせたな。おいおい、誰だ教室で洗濯物干してるのは。されてるとご飯がまずくなっちゃうんですけど。うるさいわね。騒いでんのよ。え？どこで？いくら入ってたのよ。ちょっと、とにかく探さなくちゃ。待って、あんた今日ずっとジャージじゃない？ってことはさ、朝のうちにすでに。それ大変じゃないの。キャッシュカードとか入ってたんじゃない？早くストップかけないと、下手するとなけなしの全財産まで取られるわよ。とにかく、ほら急いで。携帯貸してあげようか。銀行の番号とか知ってるの？それじゃこっち。はい、テレカ。私の携帯番号案内繋がらないの。キャッシュカードの他には何か入ってた？レンタル屋にも電話しなくちゃね。店の名前はわかる？それが終わったら先生にちゃんと報告するのよ。あと帰りに交番。おい高行、後輩が来てるぞ。財布届けに来たってさ。こんにちは、先輩。これ、先輩の財布ですよね。坂のところに落ちていたので、もっと早くお届けすればよかったですね。すみません。
中は？何がないの？それはこれですね。まだ乾いてないので触ると破れるかもしれません。人に言えないような額が入ってたんじゃないの？あの、それじゃあ私は。いいえ。あんたね。携帯返しなさいよ。バカだな。女の子の履歴なんて見るもんじゃないぞ。水泳部男子の新部長だ。俺の後輩なんだ。いや、あの子、お前のことを知ってたみたいだけど。なんてか。お前らしいよ。するなよ。帰宅部はもうお帰り？お金もないくせに。当然よ。この雨の中泳ぐの？
危うくそうなりそうだったけど、今日は筋トレ。大変だね。そうでもないよ。ご両親にお別れの挨拶は済んでるわね。へえ、今日はやけに素直ね。自業自得よ。明日からはもう少し早く起きることね。そういえば、はるかに会った？スズミよ。いや、そう。え、あ、うん、うん、大したことじゃないの。会わなかったならいいわ。雨、止まないな。この辺の子供たちってかわいそうだよな。だって天の川見たことない子もいるんじゃないの？こんな時間に？女の子同士の話に口挟むなんて最低よ。行こう、はるか。あれ？高雪じゃないか。どうしたんだ、こんな時間に。
普通に。中身は出したんです。でも箱だけまた使うからって。そのThank you.